オートレースツインクル開設12周年記念レース2日目の戦い、これより第10レース予選特賞です。対戦メンバーは1号艇川野大、2号艇赤羽克也、3号艇倉尾大輔、4号艇白井英二、5号艇富永雅人、6号艇丸尾義隆、以上6選手の対戦です。ここまで無傷の3連勝、白井英二が4号艇での登場となります。今日の1走目6枠の時はコースを動いて3コースからのレースでありましたが、ここは枠番通り4コース角を伺っているところ、絶好枠の川野大がインコースに進入です。調整もそしてレースも最後の最後まで諦めないレースが魅力であります、この1号艇川野。ここはインコースからの戦い、好スタートから一気に蹴りをつけたいレースであります1号艇川野大。そして2コースは2号艇赤羽克也です。今日の1走目大きな着ということになりましたが、近況絶好調モード、ここで一気に V 字回復といくか2号艇赤羽。3コース3号艇倉尾大輔はリングを変えての戦い、ここまでがスロー。そして4コース角位となった4号艇白井英二です。角からの戦い、連勝4に伸ばすか4号艇白井であります。そして5コース5号艇富永雅人、6コースは6号艇丸尾義隆。枠番通り2つに分かれて3対3、シリーズ2日目第10レース予選特賞、インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番、スタートしました。内4艇が揃ってのスタート、0台か1マークへと向かいます。輪から先手を取る1号艇川野大、4号艇白井英二がまくり差し懐飛び込んでくる。内から2号艇3号艇旋回も早くもリードを取った4号艇白井英二が単独独走。1号艇川野大、2番艇内から接近3号艇倉尾大輔、後方は5号艇2号艇6号艇。第10レーススタート正常です。1周2マークトップ独走4号艇白井英二、2番手3号艇倉尾大輔先手を取るが、さばいてくる1号艇川野大、2番手優勢。しかし判定審査で粘るのは3号艇倉尾。上位体系目下のところは4番1番3番、4番手からは2号艇赤羽克也もじわり接近。2番手争い3艇の攻防となるか、2周の1マークです。ぶっちぎりました4号艇白井英二が4連勝に向かって先頭。2番手争いは1号艇川野大が外を抑えながら回って一気に突き放した。2番手リードを広げ3番手は3号艇倉尾大輔、上位体系4番1番3番です。2艇審判の差4番手2号艇赤羽克也、後方は6号艇5号艇が続きます。上位体系4番1番3番、2周2マークからホームストレッチ。先頭ぶっちぎり4号艇白井英二、2番手1号艇川野大、3番手は3号艇倉尾大輔を内から捉えたか2号艇赤羽克也、手先が入った、ほとんど下がらなくなった3番手争い。外側判定士覗かせるのは3号艇倉尾、絞ろうとするが内から抵抗2号艇赤羽克也、3周1マーク3番手争いどうか。内通って2号艇赤羽が艇を完全に並べていったか、3番手争い2号艇3号艇並走となったか。外からへさき覗かせて絞ろうとする3号艇倉尾ですが、内からねじ込んで追いついた2号艇赤羽。4番1番2番と変わったが最終ターンマーク、これで無傷の4連勝。4号艇白井英二先頭、1号艇川野大、2番手3番手は4号艇2号艇の赤羽が逆転成功。上位体系412、先頭4番白井ゴールイン、2番手1番川野、3番手2番赤羽ゴールイン、3番倉尾ゴールイン、6番5番ゴールインです。